はい、お待たせ。行こう行こう、続き、今日。残ったダンジョン踏破していこう、今日は。前回それをやるつもりだったけど、ついつい、アスラ登場で4時間も頑張っちゃった。アスラ道場で4時間頑張った結果、結果、多分ちょっと待てよ、やり技、わあ、やり技1個覚えてない、重心滑殺覚えてない、重心滑殺章だっけ、それだけ覚えてないんじゃない、これ。ない重心滑殺章が、それだけどっかで覚えよう、アスラ道場、後で。とりあえず前回はアスラ道場でほぼ全ての最強技、ほぼ全てというか全ての最強技を、武器固有を除く、重心滑殺章を除く全ての武器じゃないわ、技を、覚えさせて、極意化までやって、カメゴーラ割り、ヤンファン、カメゴーラ割りいるか、防御力低下だから持たせておいた方がいいか、とりあえずまあ、行こう。まず今日やるのは、残った西洋の試練、さっさと終わらせよ、ここも。まず、弓が必要なところか。ちょっとツイリンに頑張って狙撃してもらおう。カリウドの試練から。お主らの弓の腕を見せてもらおう。あの後ろのやつに一発でもぶち込めば勝ち。なんだっけ、フラッシュアローがあればいけるんだっけ、これ。ちょっといろいろ打ってみるか、なんか必中のやつが一発あったはずなんよ。必中できる必中の矢ってのがあった気がするけど、あれ別のゲームかな。フラッシュアローだったかな、やっぱり。お見事。これを3回繰り返すと。ミリオンダラーで行ってみよう。フラッシュアローだった気がするけど、3回連続ミリオンダラーがどこまで当たるかやってみよう。ミリオンダラーでいけるか、これ。
これがラスト。全然余裕でいけたな。さすがツイリン。妖精の弓。うん、上がるね、やっぱり。妖怪弓から妖精の弓に変えて、妖精の弓って何か覚えたっけ？妖精の弓を手に入れたのですが、今持っている強化弓よりだいぶ弱いです。西洋遺物とは思えない性能ですが、これは何の役に立つアイテムですか？まあ確かにな、妖精の弓の方が威力は4も下がるけど、そうだよな、重量が問題だわ。強化弓6で妖精の弓1だもん。命中率上がるわ、これは。うん。うん、混乱や術スタンがついている。うん、妖精の弓いいな。で、妖精の弓ってなんか、こういう技ってあんのかな？するけどな。あーでもそうか、死の弓も作るから、まあまあいいか。とりあえず妖精の弓で、ツイリンに強化弓。よし、次最後。前回は一つ試練、前回というかちょっと前に一つ試練クリアしてるからな、今日は残った最後の一個、辛い試練、ロアリング道場も畳んでもらおう。今日ロアリング先生にはここで知ってもらおう。辛いテストだか受けるか、行きますとも。重心滑殺症、何からひらめくんだっけ。発殺重心症だった結構適当に言ったな。重心滑殺症、そう、滑殺重心症でした。
ね、エイミングから覚えると。いきますとも。ピュー。ピューピュー。魅力で勝負。魅力勝負か。こういう時に全体攻撃をみんな持ってるってのが、みんなっていうかハリード以外。あ、ヤンファンも全体攻撃持ってないわ。まあいいや。ダメだ、ロビン、これこのままじゃえらいことになるぞ。ここでロビンが、ああ、バー、いやー、ロビンがやりよった。あとはレオンフィードがうまいこと。うお、わあ。いいいい、全然、よし、勝った。ちなみに前回レオニードはアルカードに格上げになったから、レオニードから。臭いな。ちょっと全体を全て片付けていく。三段で。これから全ての雑魚は全力、全体技で片付けていく。西洋ブーツ。終わった。スタンを防ぐ、うん、ガントレットよりは使えるか。ちょっとヤンファンの状態異常系が心もとないけど、よし、西洋の試練終わりで、エイミングでカッサツ重心症、うん、で、あ、削岩劇もういらないわ。ロビン、これいらないんで、ファイアクラッカー、ファイヤークラッカー、サザンクロス、ああ、
そうか、ファイナルレター。まあ、エイミング覚えて、エイミングが、滑殺覚えてから消そう。入れ替えよう。ちょっと技をなんとかせない、いかん、これは。ってことは、巻き割りダイナミックもちょっと 消して全体技入れときたいな。ただもうメガホークしかないもんな。ヤンファンはなんかこう万能タイプ、何気に術も使えるしな、これ。で、レオニードは、いや、アルカードはもう完璧。うん、ハリードだな、問題は。ちょっとハリードの技が足りない。全体技が残像剣しかないもんな。あ、空間切りがあるか。一体意外と剣の技って使いにくいのが多いな、こうやって見ると。念のため全員にタイガーブレイクを覚えさせておくっていう、このチキンプレイ。こうだな。なんだよって、ツイリーにもタイガーブレイクを覚えさせてる、このチキンプレイだから。ロビンだけだからな、こう武器だけで頑張ってるの。次はグウェインを倒しに行く。グウェインを懲らしめに行こう。小さな村、破壊されてるからな、これ。グウェインが結局暴れたんだよ。悪いことしたグウェインをちょっとお仕置きしに行こうじゃないか。ひとりあえずまだ、どこだったっけ、あそこ洞窟寺院でアストラ道場ができるから、そこで滑殺覚えればいいや。うわ、滑殺重心書はもう知れてるでしょ、あれすぐ覚えるでしょ。あと分かった、そう、なんかほら、ショーの都のアスラめっちゃ強えなーって言ってたけど、あそこだって HP が倍だったわ。 HP39,998 だったわ、あそこ。そりゃ強えわ、なんぼやっても倒せんわ。
完全に そういうところも忘れてた。19,999のところは普通のアスラ道場。もう私がでもこういう時の全員全体攻撃があると役に立つ。でも昭和の都入れるのはハリードだけやからさ、あの鳥今すげえ高速でちょっとカウンターでフェイントを上げてきたな。あーでも全体攻撃が、なんだろう、みんなで全体攻撃、ちょっと強くなった全体攻撃で、何雑魚を一掃できるからさ、早いな、やっぱり、展開が。ましてや、こいつらを、何レベルモンスターレベル上げてないから、余裕で倒せるもんな。たまに高速の鳥ってフェイントかけてくるやついるからな。ほらさっきのカエルもちょっとなんかかけてきたよ今。ほらほらほら、ちょっとこうバックしてさ、この駆け引き、もうマジで逃げるかどうかの。よしよしよし、わあこいつも、よし、まだあるか、結構あるな、ここどう着。じゃちょっとグウェイにお仕置きしよう。幽霊の影などアイテムにならなかった、話をするってやるとお小遣いもらって帰ることができる。グウェイ、人々を襲うのやめろ、肉を食らい宝を奪うは竜なるがゆえらしゅうめ。やめさ、あ、こっちが戦うだったわ。やめさせたければ力尽くてこい。
で、これだ、帰る。あれ、あ、あれか、ビューレーじゃないよ、グウェインが村を破壊する前に来ればお小遣いもらえるんだとは忘れてた。それもまた戦うしかないんだ。戦いを挑む竜と人間、所詮はこうなる定めなのだ。全力で潰させてもらおう。まああれよ、でも倒す前じゃない、あの村が破壊される前に来なきゃ お小遣いもらえないから。あ、あれだ、ちょっといろんな技を打ち込んでいこう。あー、ファイナルレター打ち込みたかった。さらにここから居合抜き、あ、ヤンファン壁もらわりで防御力下げてもよかったな。竜鱗を手に入れた。母の気持ちがようやくわかった。滅びゆく定めならば せめて友の腕の中で。お前も人間にしはなかなかだったぞ、西洋のように。グウェイン、うぅ、ここまでするつもりはなかったんだよ、グウェイン。ちょっとお仕置きしに来ただけなのに。グウェインの巣が壊滅しちゃったよ。ちょっと小月に来ただけなのに。これでグウェインイベントも終了だ。次、洞窟寺院一気に進めるな今日は。イベントもうあげることないもんな。モンスターが増えてとうとう雇わなくてもモンスターに乗っ取られてしまったらしいですよ、うん、これで野党のアジトが洞窟寺院に変わる。この野党の巣窟がの前にちょっと井戸内で、次の敵はガラテアだ。謎のちょっと気味の悪い、あれ見た時ちょっとホラー恐怖を覚えたね。あのガラテアを初めて見た時
子供ながらに。野党の巣を作るのは第1回目ぶりだな、これ。1回目の荷物運びで来たぶりやね、これ。アスラ道場。アスラ道場の洞窟人士部、ここが。むしろ本部、ここアスラ道場本部で。ちょっと残った覚えてないの滑殺をちょっと覚えよう。で、あとはヤンファンがうまいこと居合いに来から抜刀つばめ返し覚えてくれれば。まあそう無理か。そう無理やな。チャンスは1回しかないもんな、バットツバメ返し。ちょっと分が悪い、これは分が悪い。全体攻撃してくるな、こいつら。マジこいつらっていうか、アスラーマジで。全員でエミングがいいかな、これ。なんか全然耐えれるな。正午の都のアスラより、やっぱ向こうの方が強めに設定されてんのか。わあ、退却できない。あれちょっと待って、洞窟陣ってこうやって出すんだっけ。違うよな、これ絶対違うよな。なんか違う気がする。あ、そうだよ。これで解放すればいいんだよ。あってた、あった。まずここのボスを倒すことで寺院が解放されるんだよ。
察やめるか。察察重心書やめとくか。じゃあもう3回、いつものもう3回チャンス。それでダメならもうどっかなんか道すがらやってるうちに覚えてもらおう。今日は進めよう。これで逆に抜刀つばめ返し覚えたらちょっと嬉しいしな。こいつマジでヒートウェーブとかもうそんなんばっかじゃん。じゃああと2回結構やってくることがえげつないな。違う、お前らに用はない。もう制度と退却できねえんだから。ラストに限ってこんなんばっかかよ本当に。アスラがでんくなった。アスラがマジででんくなった。挨拶来た、つかされた。いやマジで出ねえんだけど。あ、来た道場主。ちなみに確率って何パーなのこれ。発殺のアスラでひらめく発殺重心症の確率がいくらだこれ。ダメだ。うわあ、ひらめく確率結構あるで、 5% はあるでこれ。滑殺をひらめく、アスラでひらめく確率 5%。 じゃ次はちょっと倒そう、もう倒そう、普通に倒して進めよう。ダメ、でもアスラを倒す。倒すのはアスラを倒すから。他のメンバーは全力で攻撃して、ロビンだけ
エイミングで 5.7 か、意外と意外と高いようで低い。イヤンファも居合抜きか。10回やれば 50% でしょう、数字的には。嘘でしょ、2連続烈風拳とかさ。もうなんかわざとやってるにはしか思えないわ、俺。デッドリースピン、デッドリースピンかわしたい。ちょっともうわざとやってるようにしか思えよわ、これ。本当にに弱い。これが本当のアスラの強さ。よし、来た、洞窟寺院跡。来た来た。ペースいいな、ペースいいっていうか、これがサクサクいった時のペースなんだろうけど。洞窟寺院、ちょっと地図欲しいな。マップないんかな、洞窟寺院の。ないか、まあいいや、行こう。ってるのちょっと嫌だな、なんか影に。おいおい、しかもスライムばっかりだし、ゴブリンのくせに。宝箱は最後に取ればいいよ、まとめて。この命中率の悪さ。枠感切りの弱さ。使えねえなあ。枠感切りダメだな。全体攻撃と思って取ってたけど、持ってきたけど。まだ残像の方がいいか。
わざとかこいつ。あ、いた。アスラ。ここだ。本部だ。ここが本部だ。アスラ道場洞窟寺院本部の。じゃあ頑張ってちょっとネーミングを覚えてもらおう。ネーミングじゃないわ、観察中心者覚えてもらおう。フェロモンしてこいよ、マジで。いや、絶対わざとだろ、これ。熱風拳しすぎだろ、今日のアスラ師範。でもいるわけで、アスラ師範はここで待っているわけで。でもこれからガラテアを倒すため道場は畳んでもらうことになる。まあ何が道場って言われるゆえんかというと、あのアスラがいる近くに体力回復できるところがあって、まあ行ったり来たりできて道場になるわけで。多いな、敵がマジで多い、ここ。あんな回復もできてさ、何？無料の宿屋があって、絶対にアスラが出て、もうそんなん完全に道場になるからな、あそこ。到着。祈りを捧げよう。死の祈りを。ここで生の祈りをやると、全回復。祈りを捧げよう、死の祈りを。で、これ死の祈りを選ぶと、いきなり急にガラテア戦始まるからな。結構見た目えげつないぞ。死をたたえよ、死は幸いなり、いざ幸いの地へ。これだからな、見た目。ロビンはエイミングで頑張ってもらうか。ニランファン、カメボーラ割りで防御力を下げる。
硬いぞこれ。あ、ちゃんと下がってるな。下がってる感じはするな、ダメージ量的に。ならばやめてほしいな。全員寝るのもな。レオニーのソロの期間からいいけど。わあ、それやめて。ちょっとずつ石になっていく。大したことないな。よし、これで死のかけらが手に入った。そして道場も畳まれることになった。見た目はガラテアの見た目はちょっとなんだろう、結構やばいと思うよあれ。生命の大元、生命の杖、動詞のローブ。そうなとこあるんじゃない？これ。ほらほら。よし、洞窟寺院これで終了。よし、じゃあ今日最後のマップ行こうよ。最後のダンジョン、暗闇の迷宮。死の指輪取ったから、あ、じゃあ死の影が取ったから死の指輪を作ろう。よし、じゃあ暗闇の迷宮、これ分かんないかマップ見ながら行くよ。ここはよ
ここ暗闇の迷宮、新ダンジョン。キャラの追加エピソードが見れる。隠しボスや新モンスターとバトルできる。新装備が入手できる。レアモンスターが固定出現。もう一個死のかけらが手に入るんだ。わあ、これややこしそうだな。なんかでマップや壁などが見えないので勘で進まなければなりません。行ってみよう。暗闇の迷宮。まあこいつ倒せってこと。そっからスタートか。ここは満たされぬ思いがかけらとなりてさまよいし迷宮。かけらを集めしとき思いは形となり姿を現さん。されど思いを糧とする魔物もまたその時を待つ。思いを解放せんとする者よ、その覚悟はあるか。ある。ならばその覚悟を我に示せ。お、これこれスフィンクスじゃないか。レアモンスターのスフィンクスじゃないか。なさそうな技やってくるな。大して強くないな。うわあ。なんだ今の感じは。見えない何かがそこら中に散らばってるような感じがしたが、これややこしいぞ。まず左上、姫、姫、今の声はもしかしてこれが欠片となった思いなのか。これを集めていけば思いの主が形になるんだな。あなたは今いずこにおられるのだろうか。左上、これややこしいな。こういうことか。次、王国が凶弾に襲われたあの日、俺はあいつに姫を託した。姫が生き延びるためなら俺は俺の覚悟はなんとやら。
だがそれは本当にそうだったのだろうか。で、扉。どっか当たりのルートがあるってことか。そばで姫を守る自信が俺にはなかったのではないか。何よりそれ以前に俺自身が死ぬのが怖かったんじゃないのか。結構ややこしいな。だから今俺はこうして生きていて、そして姫は一度左下に回り込む。あ、こういうことか。だが俺に何ができるというのだ。姫、ファティマ姫、俺は あまりここのモンスターは好戦的な感じがしないな。なんか一定の動きをしてるっていうか。ここにしとくと。さっきから聞こえていたのは俺の願いか。もしもあの時姫を。やはり先回りされていたか。ここは俺が食い止めるだと。背後からも追っ手が迫る。お前一人でどうこうできる数ではない。ルートビヒ、頼みがある。なんだ。姫を連れ、お前の祖国メッサーラへ。ハリード、我らを逃すための敵を稼ぐと。なりませぬ、共にハリードも。そうだ、俺がこの時姫を守り共に逃げていたら。だが俺に姫を守れるのか。を守ってみせる。すまないルートビヒ、やはり姫は俺が守る。させぬ。後悔の念、永遠に消させぬ。これ、ロマサガザステージ舞台のやつもなんかこれ最初の展開だな。これハリード、ありがとうハリード。姫、俺は今度はこうしてあなたが共にいてくれた、それだけで良いのです。ハリード、私のエルヌール、あなたにこの首飾りを。もうなくさないで。姫、あなたからもらった首飾り、俺はあの後の戦いで。これはなぜここに。姫、このハリードをもう二度と手放したりしません。姫の首飾りを手に入れた。ええんかこれ、ええんかこの弱さ。さすがにいかんやろ、これは。ここを中継点にできそうだ。先に進む。お、次誰だ？次誰のイベントって第2フロア。私が名乗るたくさんの名前、それも、それはあの日を忘れないためのもの。大好きなお菓子、大切な記念日。
そしてん、どういきゃいいんだこれ。大好きだった家族、次みんなもそうだと思っていた、でもそうじゃなかった。あの人たちにとって私は邪魔者だった。これ誰だろう。私がそれを知ったのは本当に偶然。うん、これタチアナか。うん、でも知ってしまったから家を飛び出すしかなかった。タチアナだなこれ。どうなってんだこれ。そうしなければきっと私は。でももしもあの時私がちゃんと言えたら。どう行くんだ。こうか。で次。そんなこと、やっぱり怖くてできない。どこまで行けと。真ん中か。だから私は逃げ続けてる。あの人に見つからないように名前を変えながら。立ち穴確定だなこれ。さっきからの声はこの子の願いか。あ、もう準備できてる。どれも美味しそう。あとデザートは確かタルトにババロアスフレンエクレア、それからクレープミルフィーユシャーベットがあるから好きなの食べていいんだっけ。どれにしようかな。それとお土産にキャンディーももらえるんだった。楽しみだな。とりあえず味見よう。いけない、誰か来た。本当にやるのか。当たり前でしょ、今更おじくづいたの。いや、そういうわけでは。でもあの話は本当なのか。店以外は全て立ち穴にて話。本当よ、ニコライと父さんが話してるのを聞いたもの。父さんと兄さんが。それで兄さんは別に自分は店を継ぐなら問題ないって感じだったわ。立ち穴さえいなければ、店はニコライが、家は私とあなたで分けるはずだったのにね。何かの間違いってことは、父さんがどれだけあの子を可愛がってるかあなたもわかるでしょ。誕生日のお祝いをわざわざ店を借りてやってるなんて。それはそうだが、話は終わりよ。もたもたしているとみんな来るわ。わかったよ。これを料理にかければいいんだな。そうすれば夜寝る頃に効果が出て、明日の朝あの子が目覚めることはないわ。できたわね。誰かが来る前に行きましょう。この時私は二人が怖くていなくなった後船に乗って逃げた。でももしもこの時二人に話をしていたら。どうすんのこれ。話をする。待って。ててへん。
ててん。あれたちはもう来ていたの。ダメじゃないか、主役が先に来ちゃう。さあ、私も忘れ物を取りに戻るから一緒に帰りましょう。来ないで。タチアナどうした？大したことではないわ、父さん。タチアナがつまみ食いをしていたから少し注意しただけよ。そうよね、タチアナ。うん、違うよ。あのね。待て。運命には逆らえぬ。凍鉄か。これ凍鉄パターンが出るやつか。大丈夫か、結構長いような短いような。でもあと3マップあるか。3マップってことはそんなにかなんか。ガラケーを見逃したな。私はもう逃げない。お父さん、実は。なんだと、二人がお前に毒を。そうなのか、ベラ、ボリス。そんなことするわけないわ。そうよね、ボリス。あ、ベラの言う通りだ、父さん。タチアナ、もしかしたら、タチアナも叱られた仕返しの嘘にしては可愛くないわよ。だったら私のご飯を二人とも食べてみて。ててん。できるでしょ、大丈夫なんだ。それは、タチアナの言う通りのようだな。ベラボリス、言い訳は聞きたくない。今すぐこの町から出て行きなさい。ウィース。タチアナ、怖い思いをさせてしまったが、もう大丈夫だ。さあ、料理は作り直してもらって、お前の誕生日は祝おうじゃないか。お前が欲しがった綺麗な指輪もプレゼントに用意してるからな。同志の指輪を手に入れた。使えるか、同志の指輪。術の消費が、術の消費か。術縛ってるからな。縛ってはないけど、全く縛ってるわけじゃないけど。お、ガラテアはね、一回見とくべきよ、見た目を。次、第三フロア。どう行けないんだこれ。完全に迷ってるぞ、道的に。とりあえずここにいるモンスターは全て味方だと判別しよう。道を教えてくれてる。次、お、これは難しいぞ。ここはもしかして、ここはあの子の心の闇。僕に関わると死ぬことになる。それが死の星の定め。今まで何があったって言うんだ。ほう。ほら、早く運べ。そんなんでお立ちもらえると思ってんのか。そんな言い方しないで。まだ子供でしょ、頑張ってるじゃない。甘やかすろくな大人にならんぞ。さあ、お立ち見よ。しっかり食べて栄養つけないと、あなた痩せすぎよ。この船は海賊に襲われ、乗客は殺されたか売られたかどちらかだし、そういうこともあるだろうさ。あんた、人の家の前で何してんの？どっか行きなんの、ライヌメ。君、そんなとこで何をしているんだ。中に入りたまえ、ベッドはないが外にいるよりはマシだろう。この後、この町では疫病が流行って、どちらの家の人も死んだらしい。お前が病気を運んだわけじゃないだろう。お前は生きてるんだから、生きてるんだから。そしてあの子までも僕のせいで浴びずに、あの子は僕の代わりに犠牲になったんだ。自分の絶望を周りのせいにするな。サラはまだ生きてる。絶対に突き出してみせる。元の場所に戻ってきた。あれがあの子の叶えられなかった思いってことか。だがこれまでとは少し違う気がする、うん、僕が見る悪夢の一つ、不思議な街の夢、うん、
こでええんか。元気に遊ぶ子供とそれを見守る大きな影。迷ってるぞ。ここか、これか。違う。左下に。その子はとても楽しそうで穏やかな時間が流れてた。もう完全に迷路だなこれ。次どっち？右上、左上。右上。でもその子はみんなを不幸にする呪われた子。で右上、左上、また。だからそんな平和も続くわけがなかった。右上左上で、左下に向かって隅を目指す。わあ！子供は魔物にさらわれ、大きな影がそれを追う。これ迷ってるわ。あった、あれか。もうモンスターが完全に道を教えてくれてるな、これ。次。右。僕はいつもそこで目を覚ます。だからどうなったかわからない。で右下、下、左下。こうか。だけど結末は想像できる。きっとその子だけが助かった。助けに来た人を不幸にして。ちょっとこれややこしいな本当に。よし、多いなマップ。最初は右。え、右から？だってもし不幸にしていなければ僕は一人ではないはずだから。次、左下の隅を目指す。来ましたぞ。
全然違うじゃねえか、これ情報と。うわ、迷ってるわ。もう完全に迷ってるわ、これ。だから僕は、せめて夢では幸せな結末になることを願いながら。うん。あった、あれか。終わりのない悪夢を見る。よし、着いた。さっきから声はやはり彼の願いか。1マップ10本ほどだな。意外といけるな、これ。アビスの魔物、なぜこんなところに。その子をどうする気だ。いや、そんなことよりも今追いつけねば。魔物が向かった方向、あれは廃墟。もしかしたら先回りできるかもしれない。でも僕が行っても追いかけよう。迷っていたらダメだ、行こう。これで結末は変わるのかな。でもこんなに簡単に、そうはいかぬ。定めからは逃れられぬ。お、こいつはワンダーラストさんじゃないの。ここでもロビンはエイビングをし、ヤンファンはリアイルキをし。嘘だろ、カウンター。カウンターされない技がいいな、こうなると。ありがとう。おかげでこの子も無事のようだ。あの、その子は、ん？いえ、なんでもないです。そうか。まあこんなところに長居は無用だ。さっさと帰るとしよう。君はよかったら俺の家に寄っていかないか？いえ、僕には行くところがあるので。うん。どこへ行くかは知らないが、もしラッシュクータに寄ることがあれば、町の北西の俺の家に来てくれ。そうだ、これを受け取ってくれないか？この子を助けてくれたお礼というわけではないが、君の旅のお守りみたいなものだ。達人の指輪を手に入れた。うん。ええんか、使えるんか。ええやん、技の消費が半分になってめっちゃええやん、これ。じゃあ、ボストンだ。うわあ、ちょっときついな、ボストン。ロブスターメールが足を引っ張る。どうしても。見直しが必要だな、これ。西洋ブーツを一旦外して、ガードリングを西洋ブーツに変えて、
で、ガードリングにして、守備力下がるな一気に。しょうがないか。ちょっとこの辺が7とかで打てるのはちょっとボストンでかいから、ちょっとボストンは完全に、なんだろう、防御を捨てた、完全に防御を捨てた物理タイプでいこう。排水の陣っていうか、物理至上主義でいこう。よし。ああ、これきついな、なかなか。次、第4フロア。次は誰だ？迷ったな、完全に迷ったな、これ。左下、右下、次右下。どっから行けと。ここか。僕が見るもう一つの悪夢、とても悲しい夢。草原を走る夫婦と腕に抱かれた小さな赤子、うん、次左上から左。どこに向かっているのか僕にはわからない。行こうか。ややこしい、これ本当に。左、ずっと左。ただ赤子を守るため二人は必死で走ってた。誰の話だこれ。そして大きな森の近くに来たとき、二人は魔物に襲われた。じゃねえの、これ迷ってるな、ほんと。うわー、元の位置に戻った。あ、あった。赤子を、宿命の子を連れ去ろうとする魔物に、
よし、来た。これ誰の話だ、これ。これも少年か。次、3つ目。そして2人は魔物に襲われて、もしあの場所に誰かが助けに来てくれたら、これは分かんないわ。うわー、迷ってる。ダメだ。あった、あそこか。こうか、こうだな。まだあんの。え？もうすでにわかんないわ。うん、所詮は夢。それでどうなるわけでもない。で、右まで行って。でも夢だからこそ無事に逃げ延びてほしい。で、左下の隅。え？そしてその子を忘れて生きてほしい。あ、いけた。無意味なことと知りながら。まだある。右上上左上。で、行くと出口だから下。この説明バカじゃないの、マジで。このなんかウィキに書いてある、ウィキじゃねえかもしれんけど、バカなのかこの説明は。さっきからあの声も彼の願いか。ここまで来ればもう大丈夫だろう。少し休もうか。え、そうね。この子を狙ってアビスの魔物が襲ってくるとは。試食の年に生まれたから覚悟はしていたが、よもや村のみんなは。さあ、そろそろ行こうか。見つけたぞ。その赤子は宿命の子、我らに渡してもらおう。あれは助けに行かないと。でもこれ助けても意味なんてないんじゃ。見過ごせない。意味なんてないかもしれない。でも今はあの人たちを助けたい。待て、君は話は後です。僕に任せて逃げてください。わかった。させる。宿命は変えられる。定めか。これザ・ハークさんじゃないか。なんかあれだな、ボツになったボスがいっぱい出てるな。ボスっていうかボツになったザコ。
構きついな。ザッハーと猛毒ガス。あ、大したことないな。ありがとう、助かったよ。おかげでこの子も無事だわ。いいえ、さて今度こそ行こうか。世話になったね。いえ、僕はあの、その子の宿命のこと。ああ、やはり聞こえていたか。すみません、どうかしようというんじゃないんです。ああ、わかっているよ。そうでなければ助けてくれたりはしないだろうからね。だとしたら何かな。その子といるとこの先も今みたいなことが起きるんじゃないかって。そうかもしれないな。だが何があっても私たちはこの子を守るつもりだ。そうだろう。え、きっと。わかりました。その、この先もどうか気をつけて。え、ありがとう、あなたも。ウェーンウェーン。あらあら、ちゃん怖いのはいなくなったからもう大丈夫。あ、ごめんなさい、あなたも気をつけてね。これ少年のことじゃないの、この子供って。死のかけらを手に入れた。あ、これ死の弓が作れるか。次、ラスト、第5フロア。次がラストだな、これじゃあ。お、終わりか。この強大な力は、もしかしてこいつは誰かの思いを食らって現実に現れたのか。さまよいし思いを解き放ち者よ。解放せし思いともに我が糧となるがいい。お、お、おいおい、ロマサガ RS の曲じゃねえか。ここに来てなんという。退却できない。まさかの。聞こう、これは聞こう。いいね、やっぱり。なんだろう、新曲ではないけど、ロマサガ3でこれが聴けるのはなんかちょっと新鮮でいいな。やっぱり新作作るべきよ、ロマサガ。こういうのでいいんだよ、こういうのでとか言いながら全力で潰すけどな。てかこいつ死人ゴケやってこないか。これ山じゃないの。しかも結構強いし。道だからな、山。あ、ヤミーか。ラスボスより圧倒的に強いって書いてあるよ、これ。大丈夫なん、これ。より強いって大丈夫なん、これ。ちょっと本気でいかなきゃダメになってきたな、これ。ゴリ押しの火力でいけるか、これ。
ことは後ろの2人もちょっと遊んでる場合じゃなくなってきたな。ホゴビットボーラとかミダレスズゲフカとか、今持っている術で使えるの、まともなのがダンシングリーフしかねえもんな。攻撃魅力を高めだもんな。こんな時全員にタイガーブレイク覚えさせておいてほんとよかったよ。竜神劣化剣と、わあ、これちょっときついわ、ほんとにきついわ、無理だ。壊滅する速度が違う、もう俺はきつい。ちょっとリセットだ、ちょっと体勢立て直そう。これタイガーブレイクして、ダンシングリーフしかないっていうのはちょっときついけど、うわー、ファイアウォール、これ後で来るんだよマジで。ぶちかわしか、ぶちかわし、かつファイアウォールが飛んでくるでしょう。あー、これきついわ、本当にきついわ。これ絶対ちょっとゴリ押しだけで勝ってみせようじゃないか。問題、山の HP がいくらあるかってことよ。ダメだ、ぶちかましの見切りを持ってないからきついわこれ。またファイアウォールしてくるし、あ、でもこれファイアウォールならあれか、ハリードだけ食らうからいいんか。ってことはこれうまくいけば倒せると、高級傷薬は持ってきてるから、ここに来て、
すか、ゴリ押すか。ほんまにきついわこれ。そしてなぜか生きてるあるカード、いやレオニード、おお、レオニードが暴走し始めたぞマジで。足インゴケまで壊滅する、これはマジで壊滅だ。よしよし、なんかレオニードが、レオニードがわけのわからないことになった。これ勝てるんじゃない、もしかして。2回連続ネクタキ、いいよいいよ。立て直せそうよこれ。わあ電撃、よし耐えた、一人耐えた。なぜか透明化してレオニードが、燃やされる。よし、いいよいいよ。あとはハリードが3発耐えるうちにレオニードが竜神烈火拳とタイガーブレイクで持ちこたえてくれれば勝ち。無理だ無理だこれ。よし耐え耐え、あと2発、ハリードがあと2発食らううちにレオニードがタイガーブレイクで倒してくれねえと、もう無理だこれ、勝てない。頼む、うわーダメだ。いや待ってよ、死人ゴケ、あーメガ作詞はあと1発、これ無理だ。やばい、いや待てよ、ここで耐えるかよし、いいよ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 、立て直せ立て直せ、ポン、あーダメだ、メガサクションダメだ、死んだ。ハリードは死んでしまった。これはもう完全に意外と生き残るってことが分かったから、ラウンドスライサーの方がいいか。あとタイガーブレイク連打だな、ここは。
ファイヤーボール一発のダメージがでかすぎる。マジで。とりあえず回復薬はまずヤンファンに任せよう。今は高級傷薬が2つあるけど、それが切れるまでは。耐えろよ耐えろよ。うわあダメか。メガサクションがきつい本当に。まあまあまあターン的には全員まだ生きてるってのは大きいよこれ。わあもう深呼吸はきつい本当に。やめてそれ壊滅する。ポン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 。よーしようやった今のレオニード。よーしマジでいいぞ。よしよし、こっからこっから。ムーンシャインがもう使えないな。さすが死人ゴケ。うわー何も使えない。よしヤンファンが死んだらちょっといいな。あ、でもレオニードまで死人向け状態になってんのか。感染してるな。ちょっとこのターンはまあ死んでもいいか。まだまだいいか。ファイアボール、うまいこと発動するな。ファイアおーし。あーでもそうか、まだ2回連続ファイアボールか。でもまだ結構さっきより頑張ってると思うよこれ今回。打てねえか。14、3。
いや、もう友人でかけるほうがいいか。じゃあよし、いいよ、レオニード。いいよ、いいよ。ここで竜神烈火剣2発ぶち込んでみるか。よし、いいよ、レオニード。もう一回、レオニード。うわぁ、アヤンファならいい、いい。もう一発、竜神烈火剣をぶち込める。頼む、これで、これで倒れて無理か。ロビン大きいや、ほんま。全然もう、もうあれだ、これもう、もう完全に自利品だ。あ、まだあった、高級傷薬があった、いけるぞこれ。完全な自利品、自利品ではない、負け格。よし、耐えた。ここで最後の分身剣を、わーあ、よし、いいよ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 、それでいい。見直そう、これ見直そう。レオニーダ全部高級傷薬だ。もうパンチ、パンチに任せる。でヤンファンも全部高級傷薬。ボストンもエクセルガード、ちょっと今いらない、高級傷薬。これで勝つる、これで勝てるだろう、マジで。いや、待てよ、ちょっと一回回復するか。よし、完璧な、これでいこう。技ポイントのラスもちょっとした問題だったな、これ。よし。よし、いいよいいよ、今回はこのターンはいいよ、全然。
ぬるい、攻撃がぬるい。今のは一旦ちょっと美味しかったな。うわ、初っ端から死人ゴケ全員に。マジか。技ができないのがきついな、これ。よし、いいよいいよ。下2人が機能してないのがちょっときついけどな。もう回復やっ、もうタンクだと思えば、タンクというかヒーラーか。よし、ナイス。今のミスはでかい、本当にでかい。よし、耐えた、一人耐えた。ダメージじゃないから全然いい。テラーボイス、よし、治った。ってことはこっからヤンファンがこっちか。よし、耐えた耐えたよ。全員生きて耐えるのが大事。もう完全にお祈りだな。飛んでくる技は何が飛んでくるか、運任せになってくる。これ本当に。よし、骨砕きなら全然いい。よしよしよし、よーし、倒した。全員生きた状態で倒した。やった、やば、倒した。どうよ、見たか、ゴリ押しで倒したぞ。バカな、この我を倒すとは。我の暗いし思いと解放され、我が消え、思いが解放。これは見たか。どうしたの、ユリアン。生まれた、妹が生まれたよ。僕もお兄ちゃんだぞ、エレン。お姉たん。違うよ、お兄ちゃんだよ、サラ。赤ちゃん、なんで泣いてるの。よく泣く方が元気なんだって。サラはあんまり泣かないからね。
お日様が、なんか変だよ。お日様食べられてる。完全にお祈りだったら、運よくザコイロばっかり飛んできて、まあいいか、赤ちゃん、僕の妹死んじゃった。サラサラ、大丈夫大丈夫。お姉たん、ユリアン、ユリアンレトリーバー、サラ、ウェン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 。試食の日か。その出来事、その出来事を自分のせいだって思い込んでいるわけか。行き場のない後悔で自分を責め続けるのは分からなくはないが、あんなものを見せられたら放っておくのも夢見悪いしな。さっさとアビスに行ってサラを助け出すか。極意の指輪を手に入れた。生きて帰ってきた。終わった。どうよ、見たか。だったけどなほぼっていうか全て運だった気がするけどな今回。よし、じゃあ装備を作って終わろう。今日は次回最終回だ。王宮へ行って新四魔貴族を倒して破壊する者を倒して終わろう。喝殺重心章はひらめかなかったけど、まあいいか。よし、じゃああとは、あーどうしよう、逃げよう。倒せないと思ったらアビスでレベル上げればいいよ。どうせ回復できるし。ダメなんか、死の弓作ってるんだ。念のためもう一回逃げてくか。よし、死の指が完成しました。そうか、ヒドラレーザー作ってなかったんだ。
死の弓を装備させとこう。ルフィードは。死の指輪だな、ボスと。ちょっとでも開けた方がいいな。スタンを防ぐ西洋ブーツ。重量がないガードリングの方がいいか。スタンはそうそうもなることないだろう。スターチェールと星立つ交換だ、ヤンファン。ツイリーの方がいいもんつけてたじゃねえかよ、マジで。で、ここは西洋ブーツだな。完璧。よし。じゃあ次回最後、今日はここで終わろう。次回最後、いろいろと準備を整えて終わろう。次回というかもう明日やるけどな、これ。明日が最終回。長かったね、ロマサガ3。よし、じゃあ終わろう、今日はここで。よし、サクッと終わろう。お疲れ様でした。また最終回よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。